眩しい。
飲んだ。しこたま飲んだわ。お疲れっす。今帰ってきたところっすね。2019年3月の21日朝の4時52分です。よろしくお願いします。いやー面白かったな。久々飲んだわ。何杯飲んだんだろう。7杯ぐらい。キャスバーで3、キャスバーで3杯。キャスバーで3杯、7杯ぐらいか。めちゃくちゃ飲んだわ。おはよう。金梅さんの枠少し見てた。金梅さん見たの。びっくりした。偶然見たの。金梅さん何時くらいの枠、どの時見てたの。金梅さんのキンバイさんずっと一緒にいたよ。キンバイさんずっと一緒にいた。偶然みどりさんに追い出されたって題でタイトルを挙げたらワード監督の声聞こえた。いつだろう。みどりさんに追い出された後何やってたんだっけ俺。中マスターの店にいたのかな。中マスターの店にいたのかな。ボンおはよう。おはようボン。中マスターの店で飲んでたのかな。中マスターの店だね。面白かったよ。楽しかった。3人で外配信のやつ。中マスターのね、店で飲んで外で飲んでたやつでしょ。うわ、店で飲んでた。そう、3人でヨッサンと金梅さんと3人で飲んでた。ずっと面白かったよ今日は。いや力屋さんに会ったんだよ。力屋さんに会って、力屋さんロン毛になってたからね。なんか懐かしかったな。力屋さんがロン毛になってたからね。ラミ屋さんと初めて会ったかな。ラミ屋さんとエビピラフちゃん、エビピラフちゃん見たな。あとね、小倉、イケメンの小倉、久々見たね、小倉。いやー、力屋さんが、いや、久しぶりですって言って、あの頃どうもって言って、えっと思って、ロン毛だったから最初分かんなくて、あ、力屋さんだと思って、いや、こちらこそですって。うわ、超懐かしかったよ。いや、元気だった。で、配信待ってますよって言ったけど、もうやらないですって。もう配信やらないって力屋さん。ロン毛だったかんね、あの力屋さんが。帽子かぶって誰だか分かんなかったよ最初。うわ、超懐かしいよ力屋さん。元気だったよ。まだみどりさんと絡みある。一般職だね、もう普通に働いてるね。もうね、みどりさんとプライベートであるのかもしんないけど、やっぱつながってるんだろうけど、もう配信はやらないって言ってたよ。いやー、いい顔してたよ。肩着の顔してたよ。なんか普通に幸せそうな顔してた。
力屋さん。懐かしいよね。なんか良かったな。力屋さんに会えたの良かった。なんか6年半もやってるんだよなと思った。みどりさんが10周年だもんな。っていうことは俺が始めた時みどりさん3年半だったんだね。3年半ってあんな勢いあったんだ。すげえな。いやーすごいね。大手はすごいね。やっぱね、持ってるよね。持ってるね。大手はすごいよ。いやーでも力屋さんよかった、会えて。ラミ屋さん初めて会ったんだよね。ラミ屋さん初めて会ったね。ラミ屋さん。いいね、なんかね。気分転換になったね。途中覚醒で目覚めた。寝れなかった、もう。俺が起こしちゃったんじゃないの？俺の配信読んで。ごめんね。変な時間に起こしちゃったでしょ。悪い悪い。いいんだよ、寝たいときは。寝て。ボンも早く病気治るといいな。辛いよな。早く普通になりてえよな。頑張ろう。いや、俺のせいじゃない。ふざけんなよ。俺のせいじゃないよ。なんで俺のせいなんだよ。いろいろ思い出すとすごい任にプレイヤーか7年だから。ああ、そっかそっか。じゃあ俺とネット変わんないんだね。いや、病気な。治したいよな。辛いよな。わかるよ。苦しいよな。俺はまだ軽いから、なんとかなってるけど。辛いよな。わかるよ。神様がボンに意地悪してるんだ。いたずらしてるんだ。神様意地悪だからね。いや、神様意地悪だから。いたずらしてるんだよ。映画の主演、そう、さっきね、ファンタスティック大花火投げてくれた人がいて。いやー、パソコン手に入れようぜ。一回きりの人生だからさ。一回しかねえから、やりたいことやろう。一回きりだからやりたいことやろう。助けてくれる人がいるよ。助けてくれる人がいるから。誰かが、どっかの誰かが、どっかの誰かがずっと見守ってて、助けてくれるから。そうね、深夜を待つっていうか、やっぱ可愛がられないとね。可愛く素直で元気に明るくね、助けてもらわないと。乞食だからさ、乞食は助けてもらわないと。やっぱメーターあった方がいいな。なんか自分の今の現状がよくわからない。今何が必要で、何を求めてて、何やりてえかすぐ分からない。今どれくらいになってて、助けてくれる人がいるよ。助けてくれる人が。愛嬌がないかな、俺は。なんで素直っていうか、なんで愛嬌ねえんだろう。愛嬌がある人はいいよね。俺も愛嬌がある人になりたいな。可愛がられたいな。
愛嬌がね、愛嬌ゼロだから。愛嬌ゼロだから。愛嬌があったら変わってるのかもね。愛嬌があって、ニコニコしてて。監督がよっさんディスられた、金梅さんがわざさんフォローしてたけど。いや、金梅さんいつもフォローしてくれんだよね。金梅さん俺のことディスったこと一回もないよ、七瀬さん。でもね、よっさんのディスはね、本気のディスじゃなくてね、よっさんね、すげえ、いつもね、いい人だからね。よっさんは本当に嫌いだったら、名前出さないから。違うわけで、和田監督の声聞くと嬉しくなる。いやいや、もう本当にね、みどりさんの10周年だから祝いに行きたくて、チケット持ってなかったのね。で、飛び込みで、空きのチケットねえかなと思って行ったら、追い出されたの。いや、チケットも、だい、ないっすよって言われて、チケットないっすよって言われて、で、残念だなと思って、キャスバーで一人で飲んで帰ろうと思って、キャスバーで飲んでたの。で、暗黒のお客さんいっぱいいて、で、ああ、いいっすね、そうっすね、みたいな話してて、よっさんと金梅さん、キャスバーでわちゃわちゃしてて。そしたら、なんか、よっさんが声かけてくれて、いやー、なんか、僕、チケット取れなかったんですよ、つったら、いや、もう行っちゃおうよ、って言ってくれて、そしたらわちゃわちゃしてたら、お客さんがなんか、チケットダブって持ってるって言って、で、ワド君売ってあげるよ、つって、マジっすか、つって。で、俺はチケットそのリスナーさんから買わせてもらって、チケット手に入れて、で、よっさんゲストで、で、銀杯さんチケットないけど、まあ、顔パスでしょ、みたいになって。いや、金杯さんは顔パスでしょ、つって、勝手に乗り込んだの、3人で。楽屋に。楽屋っつうか、そのオープン前の、そのミーティング中の、みどりさんところ3人で乗り込んだら、帰れよ、みたいになって。いや、ワードチケット持ってんならいいけど、なんか、金杯帰れよ、みたいな、なんか、すげえ怒られて。で、その後、仲マスターの店で飲んでたの。帰れとか言って。顔パスじゃねえとか。で、もうなんか、いや、いいっすよ、つって。なんか、金梅さん盛り上げてきてくださいよ、つって。チケット、よっさんがじゃあ買い取るわ、つって。よっさんが俺のチケット買い取って。で、金梅さんとよっさんで乗り込むって話だったんだけど、今度は、いや、ワドも行くっしょ、みたいになって。ねえ、なんで俺行くんすかって、チケットないっすよ、つったんだけど、いや、もうやっちゃおうよ、つって、顔パスでしょ、みたいになって。それで、行ったの。3人で行ったの。本当に入れてくれ。そりゃそうでしょ。金払って行ってんだから、みんな。みんな金払って見てんだから。そしたら、普通に、警察呼ぶぞって言われて、よっさん警察呼ばれるから撤収しましょうっつって。 よっさんっつって、アウェイですって撤収しましょうっつって帰ってきた。いたずら3人称。それでラーメン屋行って帰ってきた。警察呼ぶぞって普通に言われたからね。 それそうだよね。チケット代払ってなくて不法侵入してんだからね。 それ呼ばれるわ。予算帰りましょうっつって。前科がつきます。金梅さんブチギレっすよ、結構。 ていうか、金梅さんへこんでた、普通に。 ないわーっつって。 ゴロリに帰れって言われたわーっつって。ちょっと面白かった。普通にゴロリ怒られた、ゴロリに怒られたからね。帰れっつって。 ダメだよ、帰れって。呼んでねえよっつって。面白かったな。 怒られた。いい年して怒られたよ。30過ぎてる3人の大人が怒られたから。 帰れって。なんだお前ら、帰れって言われて。ハートありがとう、ニンニ。ごましゃさんはずつ、久々怒られちゃったよ。
ゴロリは硬えな、ほんと。ゴロリは堅物だな。なんか、クソつまんねえな、ゴロリは。いや、ジミーまだ起きたの？何見てたの、今まで。何やってんの、こんな時間まで。寝ないダメだよ。俺もう寝るよ、あと30分ぐらいで。フォローしたけどフォローしきれなかったってやつ。寝つけなかった。スマホでゲームね。ああ、もうあれだよね、あるあるだよね。いい歳して何やってんだろうな、俺らな。早く大人になりてえな。大人になりてえ、早く。ああ、面白かった。ああ、でもみどりさん10年やってんだ。10年配信やってるってすげえな、なんか。なんだかんだすげえな。暗黒放送10周年、なんだかんだすげえわ。みどりさんな、10年何か続けるってなんかある？みんな。10年なんか続けたことある？10年って長いよな。俺何にもねえな、10年続けたこと。ニコ生だから10年以上でしょ。みどりさんが10年なんだから。ニコ生ってサービス始まってどれくらいなんだろう。みんなニコ生で育ったのに、ニコ生がもうクソみてえなサイトだもんな。なんでこうなったんだろう。10年って長えよな。いろんなものが全部変わっちゃうよ、本当に。大事だったものが全部変わっちゃう歳月だよ。大事だったものがなくなっちゃうよね、10年って。10年なんかある？ 10 年のもの。10年ってすごいよ。10年続けるって何事でもすごいよ。あ、そうなんだ。あ、ゴマシオさん古いんだ。最近のリスナーじゃないんだ。古い人なんだ。いやー、すごいね。アカウント時代ベータ版からなんだ。もうあれだね、切れない感じない。ただスタンプ集めるためだけの、スタンプ集めたからもったいなくて捨てられない感じだよね、多分ね。3万番台早っ。3万人しかいなかったってことか。ビスタとか超懐かしいね。3000番台？マジで言ってんの？すげえレアじゃん。3000番台、ゴマシオさん、超子さんじゃん。マジか。ネット古いんだ。3000番。ってことは3000人しかサービス使ってない。ユーザーが3000人しかいない頃からのアカウントでしょ。それは取っとくべきだな。もうすごいわ。1万人いない頃からやってたんだ。それはすげえな。ああ、女が欲しいな。彼女が欲しい。おっぱいもみたいね。おっぱいもみたい。おっぱいもみたいね。もう性欲なくなるのかな、40代。まだ性欲があるうちにおっぱいを揉みたいね、俺は。おっぱいを揉みたい。
おっぱい飲みたいな。揉まれたいんだ。おっぱい揉みたいな。どっかにおっぱい落ちてないかな。雨降ってる。雨か、よかった、早めに帰ってきて。よかった。彼女欲しいな。彼女欲しい。彼女とデートして、彼女と水族館行った後おっぱいもみたいな。なんでニンニリンドバーグなの。もう配信者っていうか、ふわっちで配信やってんだから自分の顔のサムネにすればいいんじゃないの。そこはリンドバーグ固定なの。配信者はもう自分の顔サムネにすればいいのにね。もう顔出し配信者なんだし、別にもう失うものなんか何もないでしょ。時代も変わったし。でもポチエム病気なのかな。なんかやだな、古いリスナーさんが死んでいったり病気になったり。みんな健康でね、幸せに生きていけばいいのに。全然ちげえじゃん。でも3万台でもすごいよね。32,933。まあでも初期組だよ、相当。ベータ版だもんね。サービス始まってすぐの登録だよ。生もなかった。俺はその後な普通にやってたんだ。え、ニコニコ生放送って後でできたんだ。もともと動画だったんだ、知らなかった。え、後からできたサービスの生放送って。知らねえ、全然知らねえ。あ、そうやじゃん。それはもう大先輩だね。大先輩。そのあとは本当にニコニコ動画だったんだ。へー、そうだったんだ。でもなんか悔しいよね、日本初のさ、すげえコンテンツが全部 YouTube に持ってかれてさ、いやそれあるでしょ、それあるでしょ。立ち見どれくらい出たんだろう。今日閲覧どれくらい行ったんだろうね。え、暗黒放送盛り上がったの今日。どうだったの、暗黒放送盛り上がったの。なんか暗黒放送自体は見れてないからどうだったの。
なんかふわっち見てる人はオワコンとかもクソつまんねえとか言ってたけど、実際どうだったんだろうね。まあ会場はすげえなんかいてついてたけど、シーンってなってたけど、どうなんだろう。暗黒。枠登録してるからほとんど見てない。いやだってさ、歌ってみた、踊ってみた、米津とかさ、もう全部ニコ生出身じゃん。売れてるやつ。これこれ石川紀之もそうでしょ。何やってんの、なんかニコ生って思うよね。その、今考えたら金のなる木っていうかさ、もうほんと、ニコ生から育っていったやつら全員取りこぼしてるわけじゃん。ニコ生に残っててね、コンテンツ生み出せる人なんか何人いるんだよって。もうだってみどりさんとか野田総理がキャスやるっていうことがどういうことか考えろよっていう。あれは会社の運営おかしいよ本当に。生放送の生主だけじゃなくて何人のコンテンツホルダー逃してんだよな。初音ミクとかいろんなそのビジネスチャンスあったわけじゃん。いやもうちゃんとさ、コンテンツホルダーに金ばらまいときゃさ、本当世界に誇るサイトできたのに、何やってんだよ本当ニコ生。だってフワッチなんかまさにニコ生がやるべきことだったじゃん。こんな投げ銭とかさ、ツイキャスのスマホ対応とかさ。もうだからそのツイキャスにみんな移動した時に終わってたんだよな。終わってたんだよ。はいはい。おかえり。ありがとうとか素直なこと言えるんだな、お前。偉そうだな、うるせえよ、バカ。なんで上からなんだよ。いやー、そうでしょう。そうでしょう。どうなってくんだろうな、ほんと。俺らは。なんでブロックしたんですか？なんで？なんでなんだろうなぁ。ムカついたからじゃん。ムカついたり、なんか、もうぶっ殺したいとか、そういう感じじゃないよ。死んでしまえとか。許せねえよ、とか。わかんねえけど。もう怒りが溜まったんじゃないの。ムカつくとかさ、ない、そういうこと。会社の人、もういなくなればいいとか。お前なんてクビだよ、みたいな、あるじゃん。いやいや、あるでしょ。いなくなればいいのに、みたいな、あるでしょ。トータル500人ぐらいだね。500人ブロックしたね、500人。500人ブロックはなかなかだよね。たった3日間で500人だからね。3日で500人ブロックして、フォロワー50人しか減らなかったの、ちょっと笑ったけどね。え？みたいな。本当にフォローしてねえんだ、こいつらって思ったもん。俺、特別嫌なこと言った記憶ないんだ。いや、だから、お前、セフィゾーにとって嫌なこと、嫌じゃないっていうかさ、嫌味じゃなくても、俺にとって傷つくことってあるんだよ。俺は傷ついたし、俺はボロボロだしさ。俺だってさ、なんだろう。傷つく時もあるじゃん。嫌になる時もあるじゃん。セフィゾーにとって些細なことかもしんないけど、俺にとっては重要なことだったんじゃない。俺にとっては傷ついたんだよ。ババア？ぶっ殺すぞって。
配信、監督辞めたんだってコメントしたらブロックして厳しくないか。どうなんだろうね。厳しいのかな。いや、厳しいか厳しくないか分かんないけど。いいんじゃん。まあ、嫌味言われたらやっぱ傷つくよね。なんか、嫌味は言われたくないじゃん。ハッピーになりたいんだよ、俺は。ハッピーに。楽しくやりたいからさ、リスナーさんと。嫌味も100回言われたら嫌になってくるんだよ。まあまあ、あと、俺がね、プライベートで疲れてるっていうのもあるよな。やっぱ配信だけじゃなくてさ、配信外もあるわけじゃん、俺にも。で、配信外がバタバタしてて、配信だけじゃないし。で、見せられる部分じゃなくて、見せられない部分もあるのね、やっぱり。それは、俺の、なんつうんだろう、実力の足りなさだけどさ。やっぱり嫌味言われたら嫌な時もあるよ。俺だってみんなに全部見せてあげたいよ。楽しくやりたいね。俺だって全部リスナーさんに見せてあげたいよ。でもそれでね、見せられてない部分を嘘だとか嫌味言われたり、嘘だ嘘だって言われたらね、傷つくよ。俺も別に厳しいっつうか、器でかい人間じゃないからさ。図太そうで繊細だからね。きめ細かいから。ワノさん結構繊細だよ。なんか図太そうに見えるらしいんだよね。なんか図太いと思われてんだよね。メンタルも強いと思われてんだけど、なんか自分でメンタル強いと思ったこと一回もないね。人生で。もうボロボロだよ、ボロボロ。こんなにメンタル弱いやつ見たことねえぐらい弱いよ。ただね、あのね、メンタル強いんじゃなくて、こだわりが強くて、なんか一個のことに執着したりはするの。なんか、それはね、メンタルが強いんじゃなくて、ただそういう性格なだけで。そう。だから、それが今配信なんでしょう。配信がやめらんないっていうか、こだわりなんだろうね。俺の人生の中で。でもやっぱ毎日毎日なんか、不特定ね、100人、200人から毎日攻撃されてたら傷つくよ。減らるよ。まあ癖が強いんだろうな。メンタル強いと周りから思われてるけど、結構豆腐メンタル。メンタルが強い人間なんかいないよ。いないいない。まあ実際増えただろうね。いや、増えたと思うよ。だろうね。増えたでしょ、絶対。実際増えたと思うよ、俺も。だってね、よっさんがビビアンのネックレス、7万円のビビアンのネックレスつけてるぐらいだからね。だからそういう意味ではよっさんも金梅さんも無職なんだろ？ 1000 万稼いでても。じゃあ増えたんじゃねえの？いや、低賃金で働きたいやつなんか世の中にいないよ。いるか？ここにいる全員給料高い方がいいに決まってんじゃん。そんなの人間だったらみんなそうだろう。みんなそうだよ。みんな給料高くしたい。まあ、長くね、配信見てるとね、配信ね、嫌な部分も見てきただろうしね。
でも力也さん幸せそうだったよ、なんか。力也さんいい顔してたよ。なんかあれはあれで配信の才能が抜群にあった人だけど、配信の抜群がめちゃくちゃあった人だけど、天才だと思ったけど、それでもね、配信やめて幸せそうだったからね。力也さんも豆腐メンタルだからね。あ、まあ、あれだよ。もうほんと、チェーン店とか日本人が働いてるコンビニエンスストアとか牛丼屋とか見ないもんね。全員外人だよね。ロン毛でどんな仕事してんだろうね。わ、いや、わかんないけど。いや、すげえ髪長かったよ。ぶっちゃけ大学まで行かないと厳しい。まあ、そうじゃないの。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。そんな日本社会昔からそうなんだから。今に始まったことなら昔からそうだよ。そりゃそうだよ。中卒で遊んでるやつと大卒でさ、ちゃんと勉強したやつどっち取るよ。俺が経営者だったら大卒取るに決まってんじゃん。そいつの方が稼げる確率高いし、毎日会社に通ってくれんだろ。いや、そりゃそうだよ。当たり前じゃん。中卒と高卒はそういうもんだよ。世の中そういうもんだよ。だから子供の頃にね、ちゃんと義務教育の時に教えるべきなんだよ。中学校卒業だと給料低くなるよって。大学行ったら時給5000円になるよって。どっち取るって。車も買えるよって。綺麗な奥さんもらえるよって。家もローン組めるよって。幸せな家庭作れるよって。勉強するのしないのって。本音を言えばいいんだ。そうだよな。そしたら一生懸命勉強するよな。本当のことは教えてくれないんだ。俺らは社会の労働力だ。野田さんと和解できましたかじゃねえよ、本当に。和解なんかできるわけないじゃん。ふざけんなよ、あいつ。和道がチケット持ってるなら、金杯さんでチケット渡したらいいんだよ。和道なんかいらねえだろ、とか言ってずっと言われたよ、俺。なんだあいつ、本当に。和道とかチケット持ってんだ、金杯さんにあげれた和道とか来る価値ねえんだから、とかずっと言われてたよ、俺。なんだあいつ、本当。本当ムカついた 病気だろあいつ。和解できたよ。胸キュン嫌いになったよ、俺。胸キュン好きだったのに。胸キュンが嫌いになっちゃった。川上にさ、帰省できるんだったら帰省していいと思うよ。いや、親が金持ってるんだったらニートやるべきでしょ。絶対ニートやるべきでしょ。俺、親が金持ちだったらスネカジになってたもん。だってね、親が金持ちに生まれたっていう特権を使わないとさ、なんで教えてくれなかったんだと思うわ。ああ。でも、まあ、もうしょうがないかんね。中卒は中卒だしさ、高卒は高卒だしさ、俺らにはもう俺らの泥臭い生き方があるんじゃないの。俺は自力で生きてるは名言だね。名言だね。ちょっとかっこいいね。俺は自力で生きてる。いや、俺らにしかできない生き方はやるしかないでしょ、もう。開き直って。中卒ライフを楽しもうよ。高卒ライフ、中卒ライフ、ニート。野田は今後痛い目に遭うと
中卒で夢のないやつは人生無理ゲーだな。やっぱ夢大事だよね。俺らはやっぱバカにならないダメだよね。いい意味でバカになろうぜ。その代わり今休職中、会社役員から給料出てる。実際には俺には1円も入ってない。いや、くれよっていいなよ。それか、あれだよ、親父の会社を訴えちゃえばいいんだよ。労働基準局かなんかあるじゃん。なんかそういう管轄にチクっちゃう。お前、親父、お前、脱税だよ、それ、つって。俺にちゃんと役員報酬出せよ、つって。お前がやってんの、脱税でお前、捕まるかんな、つって。とっちめちまえばいいんだよ。だから、ゆすればいいんだよ、金持ってんなら。そう、お前、ふざけんなよ、つって。そう、言えばいいんだよ。中卒とかスポーツ関係中卒でもいい。いや結局ね、昔のこと考えてもダメだよ。もう無理だから。もうほんといつも言ってっけどさ、過去は変えらんねえから、たられば意味ねえよ。もう今楽しもうぜ、開き直って。中卒は中卒だからさ、楽しもうぜ。親父のだから私服を肥やしてんだろ。親父のポケットマネーだろ。あ、ご飯がないって言ってる。ちょっと待って、ご飯あげてくるわ。飯よこせって言われてるわ。いやいや、生まれ変わりなんかないから。そんなこと言っても無駄だから。生まれ変わりなんか絶対ないから。そうもう10年後にかけるしかないよ。そう、10年後の未来を作るために今をどうするかでしょ。もうそれしかない、ほんとそれしかない。長いけど積み重ねたやつが一番強いから。なんだかんだね。そう、もうだから過去のことは一回水に流すっつうか、悪かったことはもう、ね、許してあげて、もう変えるしかないんだよ。残り俺35年ぐらい残ってっかんな。やっぱこのまま終わりたくねえもんな。まだ納得してねえかんな。このまま終わりたくねえよな。なんかゴミみたいな扱いされてさ、まだまだ上行きたいよね。まあこんなところで終わりたくねえわ、俺も。ここで終わったら犬死にだよ、本当に。何のために生まれてきたのか分かんねえよ。まあ報われるかどうか分かんないけどね。うまくいくかどうか分かんないけどね、正直ね。どうなるかは分からん。
まあでも究極はもう未来のためにとか過去を変えたいとかじゃなくて、うわー今楽しいわー超楽しいわーっつってる人は強いよ。 もう極論それだと思うの。究極系はなんか努力をするんだとか、なんか過去を変えたいとか、もうそういうことじゃなくて、今楽しいって言ってるやつには勝てないって。うわ今だよみたいな、超いいわみたいなさ、そう思わない？なんか今この瞬間はっちゃけてるやつには勝てないって。うわ気持ちいいわとか、うわ最高だわって言ってる人間に勝てないよ。 本当に残念ながら。ネガティブになってもポジティブになってもいいんだけど、とにかくね、もう動物みたいに駆け回ってるやつの方が強い。動物とかいいよね。だから楽しそうだよ本当に。動物は犬とか全力で走ってるからね。で犬とか別にプレステ3とかできないじゃん。 Wii とかやらないじゃん。なんかカメラ欲しいとか映画撮りてえとか言わないじゃん犬とか。 普通になんか走り抜けて楽しそうな顔してるもんね。気持ちいいみたいな。 そう今日風気持ちいいみたいな、太陽気持ちいいみたいな、春来たーみたいなさ、わかる？こたつあったけーみたいなさ、そんなんでしょう、もう結局。なんかコンビニのスイーツ甘いねーとか、そんな感じじゃないの？酒うめーとかさ、そんなもんだよ、そんなもん。可愛い女の子とパコりたいよね。可愛い、とろけるような可愛い女の子とランデブーをしたいよね、俺は。ランデブー。アバンチュールでランデブーだよ。それだけだよ、本当に。いや、今を生きてるやつはね、もう無敵。無敵。ああ、いいね。いいね。じゃあ寝るかな、酔っ払ったから。知らない人とも話すのかな。あ、今日でも結構知らない人と話したね。だからなんかやっぱ暗黒リスナーさん古い人多いから、今日暗黒リスナーさんいっぱい来てたから、なんかバーで飲んでても話しかけてくれたり、おお和道くんみたいな、元気みたいな、 監督頑張れよみたいな。 おっちゃんたちだから。韓国リスナーはもう4、50代だから、まず20代なんかいないよね。4、50代で、あ、和田くんみたいな。あれ、誰々だよっつって、うわ、あの人だみたいな。配信ほとんどやってないね、ヒカルくんね。もうやめんじゃないかな。離婚するか。離婚して配信続けるか。もう配信やめるかでしょ。中年はね、もうぐずぐずしてない。ワード君元気みたいな。初めて会うけど、もう初めて会ったっていう感覚じゃないのよ。おお、ワード君みたいな。たまに見てるよみたいな。頑張ってんねみたいな。叩かれてるねみたいな。暗黒リスナーそんな感じだから、もう古いから、もうなんか、なんつうの？今に始まったことじゃなくて、もう古いし優しいよ、やっぱ。もう10年ぐらいネットやってる人たちだから、おおみたいな。全部許してくれんの、あの人たちは。そうそうそう、包容力っていうかね、もうね、小さいことじゃね、ピキらなくなってるから、あの人たちは。
ああ、なんか頑張れよ、みたいな。人生いろいろあるよ、みたいな。わけんだから頑張れよ、みたいな。若いガキだよ、うるせえのは。こだわりがあるから叩くんだよ。許せねえとかさ、なんかムカつくとか言ってんのガキだろ。もうね、30、40、50でムカつくとかないから。どうでもいい。いろいろあんだろみたいな。だから生きてりゃいろいろあるよなみたいな。生意気でムカつくやついるよねみたいな。許せない、ムカつく、八つ当たりしたくなるときあるよねみたいな。マナーいいよ。おっさんたちは、ネット古い。いろいろあるねとか。いや、そんな感じだよ。年取ったらわかるんでしょ。俺もなんかね、20代の頃なんか世間とか社会とか大人とか政府とかなんかいろいろほんと許せないぐらい憎んでたけど、親とか、もうどうでもいいもんね、今ね。正直どうでもいいよ。なんかこう、あんまりなくなってくるんだよ、そういう怒りみたいなもんって。20年やってんだ。20年か。でもそういうもんだよ。怒りは若いうちしか持ってない。怒るのってパワーだからね。お、怒りはパワーだから。年取って怒ってるやつアホだよ。どうだろうな。30過ぎてからやっぱ変わったよね。変な言い方だけど、こんなもう年取ったなと思うもんね。30過ぎて変わったなんて言うと思ってなかったもん、自分で。だから20代なんか尖ってていいんじゃないの。なんか、ムカついたらぶん殴ったりとか、ムカついたら叩いたりとかして、パクられりゃいいんだよ。ぶっ飛ばされ返したりとかさ。20代なんてそんなもんだよね、みんなね。カリカリしてんだよ、なんか。みんなそうだよ。もう30代になってぶん殴り合いしてる人なんかいないよ。いいこと言うじゃん。何も知らないからだよ。だから、それが何も知らないから可能性が無限大なんでしょ？若さって。何にでもなれるしさ、何、無敵だし。若さはパワーだし、だから怒れるんだよ。怒るのって疲れるんだよ。もうね、年取ってくると怒る体力なくなるんだよ、単純に。怒ってるよりも、かえってぐっすり寝たいとか、そういう感じになってくるんだよ、本当に。徹夜ができなくなるかもね。徹夜ができない。じゃあ寝るわ。おやすみ。お疲れっす。